徳川家康により開かれた江戸は250年にも及ぶ安定した治世により世界有数の都市となる。100万人が暮らしていたとも言われる江戸。人々の食を支えたのは身近に広がる豊かな海だった。江戸湾で採れた海産物を指す言葉、江戸前。捕鯨技術の乏しい時代、職人たちは工夫を凝らし魚介類のうまみを寿司に凝縮する。塩や酢、昆布で締める、茹でる、煮る、タレに漬け込む。先人の知恵は綿々と引き継がれ、江戸前寿司は今やワールドワイドな広がりを見せている。東京湾の水質は大幅に改善され、たくさんの魚たちが海に戻ってきた。ならばその豊穣を感じ取りたい。潮風香る初夏の東京湾へ繰り出したのは熱き男照英と、おいしい噂を聞きつけ関西から遠征してきた坂本智子。釣りと食にこだわる2人が江戸前旬の寿司ネタを釣り食す。ありがとう。5月中旬、芝浦おかめ寿司。二人は江戸前に造詣の深い大将の元へ。大将、明日からお世話になります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いいたします。で、見ても江戸時代から続く老舗の5代目、永谷文彦さん。海も川も湖も釣りのことなら何でもござる。豊かな知識を持つ頼もしき水先案内人だ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。え、大丈夫？あ、失礼します。奥様で、ね、今回はよろしくお願いします。よろしくお願いします。お世話になります。釣りはやれるんですか？全くいたしません。興味のほどはいかがですか？ゼロでございます。振った自分が悲しいわ。もうバッサリな感じなんですね。あ、じゃああくまで寿司職人の大将を見てるわけですね。じゃあ釣りしてる姿は知らないわけですね。知らないですけれども、ますので、今回はバッチリでございます。すごい素敵な名言。大丈夫でございます。海に愛されてる男。頑張ってくださいね。いや、頑張らさせてもらいたいと思います。楽しみに。いや、不安でいっぱいですけど、自分でも、まあまあ、あのご師匠様が2人いるみたいな気持ちでいますから。いやいやいや、そう聞くとね、だって吸って食べるのがテーマなんですよね。はい、6品と1本。いや、もう本気でついてきますんで、よろしくお願いします。はい、あの食べるの大好きなんで、楽しみにしてますんで。はい、5月16日、神奈川県の金沢八景に集合。時刻は午前9時を過ぎている。朝まずめは期待できそうにない。今日ゆったりのスタートですね。あ、そう、これで、ね、こんな明るいスタートないですもん。贅沢ってことですね。はい。じゃあちょっとこの辺でもう仕掛け完璧ですから、ね、早いですね。さすがです。仕込みの早いのが寿司屋の真骨頂。え、何仕掛けですかね。今日はまずは白ギス。あ、ギスの仕掛けからをやりたいと思います。天秤と重りと仕掛けがあって、うん、針2本、ここに餌つけるだけですからね。たったこれだけですね。はい、午前9時半出船。ポイントまでは20分もあれば着く。まずキス釣って、はい、アジ釣って。アジも釣るんですね、ちゃんと。いや、アジがもうたまらなく好きです。家族全員なんで。じゃあ、あと頑張りましょう。まあ、キスも好きですけど、はい、あと何が釣れるんですか。図鑑で見ると400種類以上って出てくる。そんなに。そんだけ恵まれた豊穣の場所がこの東京湾。天候も恵まれましたね。でもね、はい、ね、うん、大体水深15メーター前後狙っていきますので、餌の方は3、4センチぐらい、ちょっとまっすぐなるようにしてたのを歩いてください。はい、はい、お待たせしました。それでは、始めましょう。さあ、行きますよ。15メーター前後流れていきますからね。15.8メーター。探検丸すごいね。せーの、はい。あ、投げましたね。釣り船での永谷さんは
子供のように無邪気で饒舌だ。やっぱりあの静かに落ち着いてる餌よりも動かしてた方がアピール度が上がると思います。で船下トントン、軽く投げたらさびいてくる、リールを巻いてくる、その時にワンアクションでも入れるといいんじゃないでしょうか。すごい頑張る釣りもいいけど、こう楽にできる釣りっていうのもみんなが入りやすいですよね。もう坂本さん真剣ですもん。いやなんかこれ一発目釣りたいじゃないですか。最初に釣りたいですよね。最初にそれが釣りですよね。でもね、はい、まずはね、がお魚かもしれない。あ、来たー、来たー、早い、ほめほめ、やっぱやったやっぱやるな。私が一番勝っとりました。有言実行、やったー、完璧だ。俺はちょっと気が抜けすぎてるな。次翔平さんだからね、頑張ってね。来るぞ。てて俺が釣っちゃったらさ、すごい悪者になっちゃうじゃん。でもこれバレるってことないからね。あれなんかついちゃった。あれ、すいません、釣れてるじゃないですか。空気が読めなくてみたいなね。いやいやいや、まあでもこれ仕入れだから俺の場合は。あれちょっと待って、2人とも、あれ俺今来ますよ。ちょっと重りをですね、明るい色に黄色に変えた方が来るんじゃないかということで、これで本当に釣れたらすごいですよ。ここちゃんは黄色嫌い？大好きです。くださいってやってるじゃないですか。もう蛍光イエローをおねだり。目立っちゃって。効果はすぐに出た。やっぱりさ、テクニックがあんだねこれ。重りが良かったですね。はい、来ました。でかいよ。はい、来ましたよ。あれ、なんでこの周り、まあ、俺も黄色だけど。お願いします。でも翔英さんも続きたい。お、来た、いったー、やっといったいった、完璧に当たり上がったよ。シロギスっぽい、シロギスっぽい、ちょっと合わせましょう。あ、でかいだろ、ゆっくりゆっくり、ゆっくりゆっくり、ゆっくりゆっくり、大切な一匹、おー、来たー、来た来た来た、すごい、やりました、待望の一匹です。ありがとう、来ましたよ、やっと来たよ。黄色の重りが赤面しましたね。面白い、面白い、あの当たりが面白い。食材ゲット、やりました。午後はカサゴゲームに興じる。はい、カサゴ仕掛けこんな感じですね。重りが下になりました。はい、で結構下が、重りがそこにポツンとつくと、その針の方が下になるんですよ。川の方からちょっとかけて、こんな感じですね。はい、カサゴは小魚やカニなどを食べている。いかにうまく餌をアピールできるかがこの釣りの鍵。自分に来てほしい。これまた誘いですよ。誘いです。消波帯って言うんですけど、そこの隅っこの方にカサゴ隠れてて、餌が上から来たのを下から待っててパクリ。ま、嘘でしょ。岩礁帯の底に潜んでいるので根掛かりが厄介だ。これ難しい。初体験なんですけど、これいい勉強になります。あの、これで釣り上げたら大したもんだなって自分を褒めてみたいと思いますけど。釣れる感じが今のところしません。カサゴはほとんど移動しない。釣り人から訪ねていく。でちょっと止めといて、はい、当たりましたね今。でもまだ、待って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 、よいしょ、嘘でしょ。あー、でも微妙。嘘でしょ、坂本さん、微妙だったな。え、来たよ、本当に。いや今でも、あ、来た、ほら来た、おめー、すごいね。すごいね。やっぱやっぱり持ってるな。違うね。根掛かりのガリガリと当たりはもう確実に違うのは分かるんですね。全然違います。コココってきますから。ちょっとさすが。もうネタ捕まえちゃったじゃないですか。はい、チャンピオン、もう美味しくいただけます。かわいいよ。あ、子供釣りてえな。うわ、コンコン行ってる。
危ない危ない危ない。感度が良すぎて柔らかいからこうフォームはどういう風にこう重りがついて滑ってるのか分かりますよ、素人なのに。こっちだからこれでかかったらすぐ繊細に感じれるんだろうなっていうのはもう分かった。これ違うな、お来た、なんかちょっと違う魚だと思う。カサゴ気にしないで全然集中して釣ってて。来るのかカサゴ。カサゴー、どうだ、いやー、でかい、おめでとうございます。ありがとうございます、いただきました。やっぱり江戸前カサゴ、やっぱりすごいね。さっきと同じ順番じゃん、やっぱり。おー、来たー、おー、来たー、オラクルでしょ、来た来た来た、祭りだよ、来た、ちっちゃいけど一匹は一匹、一匹は一匹だよ。初カサゴ。ほら来たよ。この小づく感じがもうたまらないですね。よっしゃ。あ、またちょっとサイズアップしてましたよ。ほら。ちょっとまだ咲いたっぺんですね。これでお寿司が食べられます。はい、来ました、イエーイ、すごい。カサゴです。やっぱ根魚は根魚のこのいい当たりがたまらないですね。これは難しかったですね。どんなにたくさんゲットしました。ありがとう。一夜明け5月17日、一行は千葉県の浦安港へ。午前8時、浦安港を出て東京湾の本牧沖へ向かう。アジ一番好きな魚が食べるのか。あ、食べるのが、うん、じゃあもう今日一番頑張らないといけない日ですね。頑張って大将にさばいていただいて、うん、寿司ネタで、うん、握りもいいけど、なめろうとかもね、食べたいですよね、はい、思いは募れども、釣らなければ始まらない。これあの白ギスの時に使ったタックルで、仕掛けが天秤があって、ビシがあって、で、これ日本針にあの餌が赤タンと青い染があったんですけど、青い染の方が食いがいいらしいので、これでやってみたいと思います。これで寄せて餌のついた針を食わせる、卑怯でしょ。イカを赤く染めたもの。長谷さんは赤タンを選択。アジ行きます。下から2メートル。これほら反応濃くなってきましたよ。すごい、今ゆるゆる、うん、今日は結構出てる、真っ赤だから。はい、あれ、お、来ましたか。なんかプルプル言ってるの。あ、プルプル言ってる。ただグン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 じゃないけど、プル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 って。おー、頑張った。おー、行きました。おはようございます。アジが釣れました。これで大体何貫ぐらいですかね。片身1貫1貫ゲットしました。来ましたよ。今かかりましたね。結構来た。あー、来ましたよ。はい、アジ。ちょっとサイズは小さいですけどね、プルプルっていうあたりがいいですね。よし、どんどん釣るぞ。どうやらアジの群れに当たったようだ。でかいでかい。おお、なかなかのサイズがやってまいりました。これは食べ応えあるでしょ。肉厚です。釣りっていいですよ、やっぱり。本当に面白い。まだまだこれから昨日来るよ。いいですね。いや、反応すごいですからね、探検丸。やっぱ一回嬉しい。これでもやっぱり好きな魚を釣れるっていうのはもう一番の喜びというか醍醐味ですよね、釣りのね。
爆釣翔平さん一番の寿司ネタマアジをバッチリ仕込めた。アジゲット。江戸前寿司ネタ調校石持ち狙いへ。仕掛けが変わります。ちょっと長くなって3本針になりました。これで石持ちを狙いたいと思います。ちょんがけして、あとちょっと尻尾の方を切ります。こんな感じですね。で、当たりがあってもすぐには合わせない。本当にほのぼのした感じですね。ゆっくり。糸らは張りすぎず、たるませすぎず、このぐらいでゆっくり巻けばいいですよ。よいしょ、水ベルまで来た。あ、来た来た来た。よいしょ。はい、東京湾石持ちで。針に餌つけただけ。違う違う違う。なんて？針に餌つけただけ。ちょっと一緒のことやってちょっと待って。おお、見て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 。来てます？おお、来た来た。おお、来た。結構待ったよ。結構待ちましたね。結構待った。当たりがあってゴゴゴゴンって。今までの魚の中で一番当たりが強いかも。グググググググって。あ、これは石本さんか。どうなんだろう。どうだ。あ、来た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 。石本ちー、ありがとう。小ぶりですけども当たりは非常に強かったですね。こちらも来ました。来ました、坂本さんも。さあ、どうでしょうか。やった。下に見えた。じゃじゃーん。石持ち。すごい、当たりがめっちゃ強い。やったー、綺麗。いきなり来た。また魚種が増えましたね。一番下これだ。ふよん。行きました。持ち。バッタバタしてましたね、かかった時。はい、来ました。気持ちいい。よいしょ。どんどん釣れる。おー、来ました。一番上の針に来ましたね。いや、まだまだ来るかしますね。やっぱり大将うまいですよ。ダブルヒットばっかりだもん。毎回か大将一番連れて、坂本さんがその次連れて、大体隠すと俺が1匹2匹ってちゃんと現れるんだよ、この技術。ほら、なかなかでかいのが来ますよ。石持ちゲット。午後5時、木更津沖。日没を待ってアナゴに挑む。なんでこんな風につけるんですか。うん、ね、長くつけておくと先っちょだけかじられて逃げちゃう可能性があるんですよ。なるべく一発でパクパクっと食わせるように短く短く。アナゴってそんな口でっかいんですね。ガツっていけるぐらいガツっていきます。餌が海底から離れないよ。はあ、お絶対一本釣ってみたいな。私絶対一本釣ります。で、食べたいんだもんね。食べたいんだ。食べるために釣るから。はい。ここ数日はあまり釣れていないらしい。さて、どうなるか。よし、勝負の一本お願いします。いきます。コロンコロン作戦で。でガツってきたら面白いだろうな。アナゴは釣るものってイメージがなかったから。船長はよく分かっている。生徒はことを子孫じる。おいしい。これもう染み渡りますね。うん、あったかい。船長愛を感じますね。こんないつの間に作ってくれたの。本当に
周魚灯に明かりが灯り臨戦態勢に入る。やるかねぜ。そろそろ当たり欲しいですね。アナゴは暗くなると巣穴から出て活発に餌を捕食する。今から動き出すかもしれないよ。夜食を食べにさ、ほら。来たよ。今つついてたよ。オッケー、かかったよ。かかったかかったかかった。あ、やった。あ、かかったかかったかかった。いったいったいった。わ、穴子かわかんないけど、今さっき船長が言った当たり待ったら来たよ。聞き合わせやりました、やりました。穴子だ。うおっしゃー、うわー、すごい。来たー、やったー、穴子来ました。大将来たよ。待望のアナゴでした。東京湾のアナゴ釣った。これで寿司ネタゲットですね。アナゴ、煮アナゴ食べれます。やりました、アナゴゲット。やりました、ありがとうございます。アナゴ一本をゲットし、富津へ。明日も続きますので、はい、ちょっとまだ気持ち緩めてませんから。お、ちょっと明日、やる気のことありますか？めちゃくちゃありますよ。疲れてませんか？疲れてません。疲れてませんよ。ちょっと神加減がいい。江戸前の寿司ネタを求めて、3日目、千葉県の富津港を出船。そろそろ到着。マゴス釣りで大事なポイントとしては、エビが、生きエビを使っているだけあってエビが生きてるっていうことと、あとは棚をしっかり取るっていうこと。できることはこの2つだけなんで、ここをポイントをしっかり押さえてください、はいはい、まずね、餌の付け方です。角を手で軽く折れますから、ポキッと折ってください。で、針をね、このエビの前足のすぐ前にね、口がありますから、くぼみになってますね。ちょっと穴が開いてますから、スポッと刺して針先がほんの少し出るぐらい。これ入れて落として入れていきます。水深6メートル、浅いですね。まっすぐついた。重りをそこにつけずに誘う。当たりが来てもすぐに合わせないのがコツだ。来た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 、来てる来てる来てる、ほらほらほら、あ、食べられてる。ほら、尻尾がないです。ちょっと押さえたような感じだけどな。これかな、イカか、どっちだ。すみません、うん、イカっぽいけど、ちょっとこれ切るかな。おっしゃ、来た来た、本命。あ、乗った。カサゴかもしれない。乗った乗った。船長すいません。あ、来た来た来た。あ、すごいすごい、大将来たか。おい、来ました。来た、うわー、ありがとうございます。おめでとうございます。すっげーでかい、すごい。これで次へ。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。いただきます。当たってます。あ、来てるって。もう一本来るよ、もう一本来るよ。来た、乗った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 。ちょっとこれマゴチっぽくない？これ本命でしょ。本命本命、すげえ。おお、来た、おめでとう。やったー、これちょっと寿司ネタも揃いましたけども、やった、私自分のマゴチ食べられる。マゴチゲット。翔英さん一匹欲しかったが無念の撤収。やってるやってる、みんなちょん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 。石ガニですね。石ガニ、石ガニ。天野に生きた石ガニをつける伝統療法だ。はい。あとはね、こそこそ。あ、ちょんちょんってやるんだ。ここから剥がして刺す。こうやって釣ること自体がもう新鮮ですよ。
ザラザラ海底の感じは感じますけど、タコはかかった時みたいなぐらい今テンションかかってますよ。手に伝わる当たりの感触だけが頼り。来た。ちょっと重いよ。おらー、来た。おっきい寿司ネタゲット。マダコ、やりました。でも重くなりました。やっぱりきたよ。乗った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 。多分重たくなったよ。あ、痛い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 。よっしゃー、やりー、来ましたよ。素晴らしい。マダコがまたまたやってまいりました。マゴチの悔しさをマダコで晴らす。芝浦おかめ寿司。釣った魚種、何魚種釣りましたっけ。何魚種なりましたかね。覚えてます。なんと7種類、はい、で今日はメニューを作らせていただきました。はぁ、これ大将が書いたんですか。すごい、素敵、素敵。塩で締めたり煮たり茹でたりっていう作業をしたところが遊園で江戸前と、ということで昆布締めのお魚、塩を打ったもの、塩引き、はい、甘酢で締めたり煮たアナゴ、茹でたマダコと。あの疲れた後にやっていただけたんですね。いいえ、とんでもない。お客様の笑顔のために。こちらからの順番で差し上げたいと思います。カサゴ、マゴチ、イシモチ、マアジ、シロギス、マダコ、そして会心の一本、アナゴ。江戸前七品に注がれた伝統の技に、釣り人の熱き思いをネタに乗せ、江戸前寿司は宝石のごとく光り輝く。